オールセントラルのトップバッターは阪神の和田です。さあ夢の160キロいきなり披露ということになるんでしょうか。もう147キロです。速球派の伝説といえばオールスターでは数々ね、金田正一さんから始まっていろいろあります。150キロ台が出ました、うん、このスピードをですねちょっと出してみるということですか。そうですね、ええ、ね、やはり演出しないと。4球目を打ってレフトフライ。レフトは一郎。見たいなっていう選手誰か挙げるとすると言いますか。そうですね、でも考えてみな対決が実際これから出てきますんでね、そうですね、これちょっとじっくり見ていただいて、はい、また後ほどお話を伺うことにいたします。楽しみじゃないですかね、松井大使がね。でも東山さん、あの始球式は2球ありませんからね、1球しかないから。いや失敗してもいいから大丈夫ですよあ、そっか。打つオールセントラル3番バッターは阪神のオマリー。球が速いというのはそれだけやっぱり有利なんですね、ここで野村がスタート今度サード走ればいい。速い、今の速い、阪神の取りだから、もし秋対戦するか分かんないもんね。インサイド速いボール投げてみる。それ で, す、ね、ですからドーッときましたね。なるほど、テファールボール。フォークで143ですからね。フォークで144キロ。松井にはフォーク連投だ。あんなお前らは下手くそやな。パリーグでしょ今のは。パリーグでしょ今のは、今のは一塁側オールパシフィックのベンチの声かな。153キロ。やっぱストレート狙っててちょうど。9キロ。おファール。すごいスピード。すごいスピード。彼をね、あのバッターボックス一回倒せないんですよ。なんで僕をそんな目に合わせるんですか。いや、語ってみないんですか。僕カーブでも嫌だと思う。フォークでも。そうですね。もう久々っていうかね。これくらいの速い球を数年投げるピッチャーいなかったですからね。151キロ打ってセカンドゴロ。辻が取って。最初の対決はイラブに軍配。おります。2回の表のオールセントラルの攻撃は5番のブラッグスから始まります。イラブが2イニング、全部芯に取られてましたからね、はい、イラブ2イニング目に入っておりますが、おお、ショートの広瀬一塁はアウト。でもいい、もう見せたこれだけで、そろそろ王さんにはまたユニフォームを着てこの現場に戻ってきてほしいという声も高いようなんですが、まあ、このフェンス一つ隔てると大違いですからね、まあ、現場の人羨ましいですよ私どもも早く現場 の, あの王さんを期待してますんで、はいろいろ食べ物もあまり良くなかったし、やっぱり汽車に乗って もうちゃんと乗ってね、もうそれがやっぱりそしてアマチュア野球連盟の会長でございまして、おめでとうございました。ありがとうございます、広岡さんは野球のオリンピック正式種目参加にはもう大変なご尽力、私はそんなに功績はありません。いやもうそれはご健康、それを我々が考えなきゃいけない。子供から力いっぱい全力投球するという形からね、それをちょっと覚えましたよね。それで安定度が増したんですよね。やっぱり去年一昨年ぐらいまでは早いけどもフォアボールで潰れるなんていうね。若いのと年寄りやからな。森監督ですね。森監督の声ですね。そうみたいですね。いや両方とも悔やみ節ですねこれは。いや島田がね。Ah!
左、秋山が取りました。両軍の両監督はこのイラブクラグ、イラブクラグに随分やられてますんでね。セントラルリーグ打率3位、得点圏打率、出塁率ともトップ、高く上がりましたが、落とせ落とせ、ファール。